愛媛県道302号線皿ヶ峰公園滑川線の紹介をしていきます。皿ヶ峰公園滑川線は国道11号線桜山里の途中落ち出トンネルの裾から入っていく道となります。滑川渓谷までを結んでいる道で海上げまでを結んでいます。道は狭いので少し気をつけて走行していってください。離合箇所は何箇所かあります。ただし川などに落とさないよう気をつけて走行していってください。真ん中あたりにはほぼ滑川という滑川産の野菜や農産物を売っているところがあります。ほぼ滑川というのは滑川で採れたものがなかった場合、他産地で補填していることもあるからだそうです。一服できる場所になっています。県道302号沿いには美しい渓流が流れており、美しい山村風景が広がっていますが、廃村となっているような風景もあるので、いつまでこの風景が見れるのか。以前は棚田もあったそうですが、今は耕作放棄地となり、緑で覆われてしまっています。山の風景が気持ちよいところがありますよ。何本か1本、東側の谷に抜けれる道が抜けています。井の津の方にも行ける林道も抜けています。ただし東側の方には抜けられないようです。西側の方には抜けられないようです。狭い道を登ること4キロほどすると発電所が見えてきます。水力発電所の予定で、時々水量が増してはダムの警報が鳴ることもあるようです。滑川も美しい水が流れており、6.9 キロで愛媛県道302号線は終点を迎え、この先はなめとこ林道で300メートル駐車場までを結んでいます。滑川渓谷の入り口には駐車場が5台ほど置けるスペースがあります。ここから先少し歩いてみましょう。1キロほど滑らという美しい岩底があり、水の少ない水量でその上を水が滑っていきます。美しい岩と滝の風景、これを遡っていくこと数分、奥の滝というところまで歩いていくことができます。この先は 1300m から 1600m 級の山が控えているので、山を越えることはできません。県道302号線はどこが起点なのかさっぱり分かりませんが、とりあえずの起点は国道11号線の部分となっています。 6.9 キロ 7.1 キロとあと 0.3 キロの 7.4 キロで滑川渓谷を走っている道です。